はようございます。はい、おはようございます。おはようございます。長野市議会議員の小泉一馬です。おはようございます。おねちのおっちゃん、長野市議会議員の小泉一馬、今日も街頭演説やってきました。上高田北交差点です。おはようございます。皆さんお世話になっております。2月議会がもう始まっております。で、小泉一馬も3月3日ひな祭りの日ですね、ちょうど質問に立つ予定でおります。長野市議会議員、あのオレンジの人、小泉一馬が今日も街頭演説やってまいりました。で、やはりね、聞かなければいけないのは青木島遊園地廃止の件でございます。皆様ご承知のように、小泉一馬はこの件に誰よりも早く、誰よりも詳しく取り組んできた市議会議員でございます。まあ、いろいろね、先走ったことやってるじゃないかというご批判もいただいておりますけれども、おはようございます。小泉一馬がやっていることは決して間違っていないという確信を持ちながらやっている、長野市議会議員の小泉一馬でございます。お世話様です。荻原市長がね、総合的な対策見直しかけていくと議会初日で打ち上げました。で、このことが一体何を指すのかということが取り沙汰されている青木島遊園地のお話ですが、どうも青木島小学校に児童センターを入れ込んでいくということをね、一つ